おはようございます。速稼塾の久保です。まあ、最近ですね、私の町の市議会議員という方にね、道端でばったり会ったんですよね。で、その市議会議員さんの言われるには、私は市議として働いていて他の市議とは違うとか言うんですよ。他の市議はもう全然言いなりになってばっかりいると、市議会の言いなりになってばっかりいると、私は違うって言うんですよ。ここでね、2つ気づきがあるんですよ。1つはですね、自分で他の人とは違うって主張しないと違いが分かってもらわないってことは、他の人と違ってないってことなのかなと思うんですよ。そうなんですよ。他のね、政治家の方とか他の活動をされている方ね、どんなジャンルに関わらず思えることは、人と違ったことをしていれば、自分で私はみんなと違うよって言わなくても、あなたは皆さんと違いますねっていうふうに分かってもらえるはずなんですよ。そういうふうな活動をするべきなんですよね。まあ、そしてね、もう一つ言えることなんですけども、もう一つっていうのはですね、市議会議員っていうのは市議の言う通り、議長の言う通り、もうね、市長の言う通りにしてるんだってことを批判してますけども、これは公務の遂行上そんな悪いことではないと思うんですよね。もちろん違うんじゃないかなってことには切り込んでいかないといけないと思いますけども、だからといってですね、職務に忠実に粛々と精霊する人をダメな人間とかね、まあその言葉を借りて、その人の言葉を借りれば、手先だとかね、犬だとかっていう言い方するんですよ。だからその方がね、独特な考えをお持ちなのはいいんですけども、自分の意見に合わないからといって他の人をそういうふうにね、罵倒するのは、まあ、違うのかなと思いまして、あ、この人はないなと思ったところなんですよね。さあ、そこでね、今予算委員会っていうのが始まってますね。通常国会が始まってますけども、そちらの方で昨日安倍総理がね、なかなか面白いことを言っていたんですよ。それがですね、募集するということと募るってことは違うんだよと、私は桜を見る会の参加者を募集してはいませんよと、ただ幅広く募っていただけですみたいなね。で、質問者の方もね、とポカンとしましたね。それはね、何を言ってるんですかと、安倍総理と、募るというのと募集するのっての一緒じゃないですかみたいなね。で、安倍総理も下を向きながらね、ちょっとこう苦笑いと言いますか、全然表情は読み取れなかったんですけども、いや、なんかやっぱりね、予算委員会面白いなと思いました。で、案外じゃないです、案の定ですね、今朝のYouTube はこの話で持ちきりというね、ことで私も話題にしてみました。皆さんもね、自分の言動にやっぱり気をつけないといけないかなというところがね、あるんじゃないかなと思います。まあ、政治家の方っていうのは言葉が商売ですから、やっぱり余計気をつけないといけないですよね。私たちは言い間違えたらごめんなさいで全然済みますけどもね。さあ、コロナウイルスの件なんですけども、予算委員会の方でね、コロナウイルスの件っていうのは、1分半ぐらいしか語られなかった。それに対して、桜を見る会とか、IR 汚職とか、その他の賭け問題とかね、こういうのはふんだんに時間を使われていたっていう批判があるんですけども、それはまあ私から見ると当然で、コロナウイルスの件はチャーター機を出した、対策はした、だからあんまり語ることはないんですよね。ただ語ることがあるとすれば、チャーター機が帰ってきて新しい情報が現地にお住まいの日本人の方からね、どんどんこの日本の国内で語られた時、この時は新しい情報が入ってきますから、新しい対策っていうのがあるかもしれません。まあですので、その時はね、しっかりと予算委員会で時間を使っていただければいいかなと思います。そしてですね、この件を差し置いて、なんでね、家計問題とか桜を見る会とか IR のこととかがね、疑惑が時間を取ったのかと言いますと、何も進んでないからなんですよね。出されてきた書類は真っ黒黒のにで、参加者名簿はないないないの一点張りで、だから何か質問があったら参加者名簿がないんで答えられませんとかね、個人のことなんで答えられませんとかね、係争中なんで答えられませんとかね。じゃあそういうふうなね、答えられないことを予告通告をいただいて、答えられませんっていうためにね、ああいう時間を使ってほしくないなと思うばかりでございますけどね。さあ、今日はね、皆さんどうのようにお過ごしでしょうか。まあ病気がコロナウイルスにかかわらずね、風邪が流行ってもいけないんで、ご自身の体はご自身で守るということでね、マスク予防対策、手洗いとかね、励行していきたいなと思います。YouTube をご利用の方はね、 YouTube で発信をご利用の方はコロナウイルスのことをね、話題にしていただいてありがとうございます。やっぱりそういうことでね、発信ってのが人の役にどう立つかっていうのは、今皆さんが関心のあること、多くの方が気をつけるべきことね、オーストラリア火災のこともそうですし、誰かが決めることではないですけどね、自分で判断してこれが大事だよってことを発信していけばいいと思うんですよ。誰かに言われて、あ、それが大事なんだ、しょうがないなって発信するんではなくて、やっぱ自分でね、そういうふうな世の中が求めている情報商品ってものに敏感に気づくってことが情報発信者の務めだと思いますので、ね、皆さんもそういう考えでやっていただければ、アクセスはおのずと取れていくんではないかな。そして収入は後からついてくると思います。必要な情報を発信している方に結果お金も入ってくるということですね。以上でございます。それでは失礼します。